今日はバンクーバーダウンタウンの東に位置するギャスタウンへ来ています。このギャスタウンはバンクーバーの発祥の地で、これらの建物は築100年前後となっています。ここ過去15年ぐらいでこれらの古い建物の外装のみを保存し、内部の鉄筋コンクリートをから作り直したヘリテージコンバージョンといわれるロフトの建物が人気です。若いプロフェッショナルやリタイアメント層などにも人気の物件です。以前はやや廃れた感もありましたが、ここ数年でかなり開発が進み、現在ではこのようなウッドワースという高層のマンションなども建設され、徐々に街が変わっています。駐車場がついていない物件も多いので、車が多少難点といえますが、このウォーターフロントステーションまで徒歩 2,3 分の距離ですので、最近ではこのような公共のトランジットを使うなり、カーシェアなども人気が出てきています。